食べたくなるに抗えない。ユシ君食べてる？はい、うまいっす。やっぱり出来たてが一番ですわ。うめえ。あおはーい、ふわふゆベーカリーの看板商品、あんパンだよ。わあ、あんこがいっぱい。しっとりした甘さで食べやすい。料理よ。え、ちょっと待ってて。はい、お裾分け。菜の花の煮浸し。ありがとうございます。むしろ渡してたら邪魔になったんじゃないの？授業終わるし。あ、そうか。あ、マジで喜ぶと思ってたの。じゃあ嫌いな食べ物は、しけったポテチとか。他には、味の寝ぼけた枝豆に、硬すぎるエーヒレ、